さあこの薬を持っていけ。パーティーの前にこれを体に振りかけてレピドプレオナイタスと唱える。そうすれば素晴らしい蝶々に変身できるだろう。レピドプレオナイタスね。 ありがとうセドリック。どういたしましてアンバー姫。じゃあまた。ワミ、ソフィアのペンダントを手に入れる最高の作戦を考えたぞ。アンバーをうまく使うんだ。まあ見ていろアムッド、成功は間違いなし。絶対うまくいくぞ。つもりなんだけど模様が全部落ちちゃって。全部じゃないよ、一個ある。あ、ごめん。でもすごくかっこいいヒョウだと思うよ。ありがとう。衣装を自分で作ったの初めてなの。楽しかったけどやっぱり難しかった。僕は簡単だったよ。古い鎧をつなげて出来上がり。じゃーん。うわっ、 あ、大丈夫だよ。ソフィア、ねえザンダーを見なかった？尻尾担当なんだ。ドラゴンの尻尾だったら舞台のそばで見たけど。ありがとう。ソフィア、アンバーはどこ？今衣装着てるとこ。急いで着替えてくるって言ってた。どんな格好するのかな。わかんない。みんなをびっくりさせたいんだって。うまくいくかな。レピドプレオナイタス。衣装の審査を始めます。ああ、とっても素敵ね。いいじゃないの。もう見事な衣装ね、ソフィア。ありがとう、フローラ先生。なかなかいいわね。ああ、その格好好きよ。怖い夜が始まる。ジェームズ、誰かジェームズを見なかった？一等はきっとソフィアね。間違いないわよ。忍び寄る黒いすごい衣装だね。うわー、綺麗。うわー、アンバー、本物の蝶々みたいだね。こんな素敵な衣装初めて見た。ありがとう、ありがとう。